ビシエドが日本人扱いになる。来季の復活に期待。年俸交渉だけが心配。生涯ドラゴンズ宣言。中日ドラゴンズで長くプレイしているビシエド内野手は来季から日本人扱いになることが報じられた。その一方で FA 権も取得することとなった。中日のこと好きだし残ってくれないかな。ドラゴンズを支えてきたビシエドには復活してほしい。後釜の助っ人探しも急務だな。今年中の FA 権取得は難しいって言われてたけど間に合ったんだね。来季は勝負の年になるな。中日一筋で引退してくれることが望みです。いつかビシエド監督を見てみたいな。これだけの功労者に雑な扱いはしてほしくない。井端みたいに年俸激減したら出ていくぞ。今年も1年間お疲れ様。打撃改造でさらにバッティングが悪くなったけど目標だった8年中日にいたのは嬉しい。山川がいるじゃないか。ビシエドも中日に染まったか。ドラドラ情報局は中日の素晴らしい情報をお届けしているのでチャンネル登録よろしくお願いします。